802人ですよ。はい、800人超えた。お疲れ様です。あとだから198人。うん、まあ、あのサブチャンネルもやっぱ1000人超えてから本当にサブチャンっぽいことしようみたいな、やっぱまず知ってもらわなあかんやん、サブチャンがあること、うん、だったらやっぱ自分らの得意な今やっぱ文房具の情報とか文房具についてのトークが強いと思うから、今徹底してねそれをやってみんなに知ってもらって、まあなんと802人ですから、あと198人やわ。ほんまに続けたのは週5回。お疲れ様です。本当に、まあ、まだ続けてるけど、うん、うん、見えてきたね、マジで。ご近所劇団小林アトラミスです。お疲れ様です。はい、まあ、ちょっと火曜日の取って出しなんですけど、はい、最近ね、動画に出したこのシステム手帳とノートと、手帳と財布が内蔵されたこのパスポートサイズがかなり良くて、うん、で今ちょっと困ってるものがあってというか、現状報告しないといけない革製品の中でこいつですよ。バイブルサイズの役割が結構こっち行っちゃったのよ。あ、かぶっちゃった。かぶったというか、え、だって持ち歩きこっちにやっぱ統一した方がいいやん。これはここにこれにある、これはこれにあるよりは持ち歩きに必要なものは全部みたいな。例えばこういう時刻表とかさ、うん、これ便利なんだ意外と、うん、だって外で使うものの情報は全部ここに入れるみたいな、うん、カードとかもね入れてるんですよ。はい、そしたら今このバイブルサイズがどうなってるかっていうのを現状でね報告していこうかなって感じだね。はい、でちょっとね今新しい使い方をチャレンジしようとしてるんで、それの報告だね。うん、こっからまた成長していったら金曜日の動画とかでとか、この火曜日の取って出しで出るかもしれない。はい、とりあえずこう使うよみたいな。まあまあこのウィークリーマニフェストはいいやん、うん、これ前と一緒ですね、前の動画と一緒で、はい、でまあここにこうなんか入れるもの結構入るんだよ。レシートとかいろいろと入るんだけど、まああとカードケースも入れてみた、はい、久々に。これ使えるかどうかは分かんないんだけど、うん、え、なんかそれ名刺が入らんとかって言ってたやつですか。そう手抜かしたやつやけど、試しにちょっともう一回入れてみた。はい、なんかね最近ねこういう100均のカードを使ったか、あ、これも入んない。じゃあいらねえや、やっぱいらない。これもなんかあの視聴者プレゼントとかなんないのかね。何に使っていいかわかんないんだ、名刺も入らないってなったら。なんかします、視聴者プレゼント、なんかねお譲り企画みたいな。うん、まあでもこれ1枚でなとは思うけど、はい。でこれペンホルダーね。はい。でサラサクリップにしてます。まあこのペンホルダー使い出すとやっぱサラサの良さって分かり出しちゃうね。細いってことですか？細くてゴムもちょっとツルだから、あ、なるほど、かなり使いよいんだよな。うん、まあ、ちょっとこうやってまずあの最初ね、こうやって育てないかんのよ。あの使いあのね買い立てのグローブじゃダメなんですよ、やっぱちょっと使わないと。伸ばす、うん、伸ばすというか手になじませるみたいな、うん、でこれがあのメモゾーン5枚ぐらいですよ。ライフですか？ライフ、うん、まあ、何でもいいんだけど5枚ぐらいにしてる、はい、結局ね、外でこれ持ち歩くってなったらトラベラーズノート、パスポートレギュラーサイズがあってそこに組み込まれてるから、これがその一応よそ行きの、なんか落ちた、あ、落ちたよ、まあいいや。で何が落ちたの？まあいいや。でこのこれが持ってるから、はいはいはい、うん、だから、まあ、ここにある必要っていうのはまあ結構限られてくるんだけどね、うん、うん、で家におるときはもちろんこれもちろんあるし、うん、うん、ライフの紙もあるからこれ必要なことってあんまないんだけど、まあでも数枚入ってたらね、なんかあったときにね、うん、って感じで。でここが、まあ、一応 ETC って書いてるけど、 ETC これ綴り間違えてない？エトセトラって ETC で合ってる？合ってますよ。エトセトラ合ってるか、うん、ちょっとなんかめちゃくちゃ高速道路っぽかったけど、そうえっと、はい、でこれが、年間カレンダー、はい、M サイズロールバーの、うん、をつけてますね。これもでこれがあの一応全部の1年が見えるみたいな、うんうん、これもさあこのウィークリーってちょっと使わなくなってるんだけど、そのこっちにいろいろ移行しちゃってるから、はい、うん、まあメインこれでいっかみたいな。でハビットトラッカー、うん、これは多分ね今まででも紹介してるけど、これ消防さんのやつ、はい、はい、これ持ってて、でここにウィッシュリスト入れました、はいはい、うん、まあちょっとなんかエトセトラのところに、めっちゃ入ってるんだけど、あ、そうだ、サブチャンネル800人達成だな。よいしょ。こういうことだよ。うん。うん、こうやって、どんどんとやっぱ減っていくと嬉しいよね。はい。あと900人と1000人で収益化までいったら、このサブチャンネルに関しての目標全部クリアだ。うん。よっしゃ。
で、こっからなんですよ、新しい挑戦は。こういうものを作ってみようかなと。これ、要は、これが持ち運び。外で必要なものが全部入ってるにしたい。うん、で、これが外で、書く必要のあることとか、外で書く作業をするときに困らないような状態にしたい。うん、こいつは、仕事とか、要はね、タスク管理に特化させたいなと思ったんだよ。タスク管理に。うん。で、やっぱいろいろ思ったんだけど、仕事って結局さ、まあ仕事とか用事ってさ、まあこなすんだけど、絶対に必要なのが時間だなと思って。うん。でもこれ5分で終わるけど、5分はかかんじゃん。うん。そのゼロになることないのよ。まあね。そう。あ、タスクがあるな。うん。あっ！って言ったら、終わったらいいじゃん。終わんないのよ、絶対。無理ですね。とか、よし。だーって、よらーっつって一つこなしたら、なんか知らんけど別のタクスもボンって消えるみたいな。ないですね。ないのよ。絶対時間かかる。うん。だけど俺今までさ、この仕事とか用事とかで、この用事、このタスクは、どのくらいに時間かかるだろうっていうのを考えずに生きてきたなと。ああ。だから今までトゥードゥーリストとかは作ってたよ。うん。で、トゥードゥーリストを並べて仕事をこなしていくってね、やっぱバレッジャーナルやってたら誰でもやるんだよ。うん。でもそれがどのくらいかかるのかとか、それ考えなかったのよ。確かに。で、もしかしたら、それを考えると、より、その優先順位とか順番とかも変わるかもしれないし、うん、あとそういうものがストックされていれば30分時間が空いた、2時間時間が空いた、1時間時間が空いた時に、できるものリスト、これを持っておればさ、何かあった時というか隙間時間が多いんだよ俺。なんか気づいたんだ。あ、仕事と仕事の合間なんか時間空いたら、まあゲームする、ゲームも大切な仕事なんだけど俺の中でその遊びっていうのも大切だけど、なんとなくダラダラ過ごしたり、多分 YouTube 見るっていうのも、まあいいよ。研究になるかもしれないし。うん。けど、それが、どのくらいなのかって決めてなかったわけよ。まあ、フリーランスゆえにってことですかね。まあでも俺、よう考えてみたら、フリーランスじゃなくても、本当に仕事ずっと集中してますかって話よね。うん。遊ぶ時間全くない？あなた、あれでしょ？オフィスレディーでしょ？オフィスレディー。オフィスです。過ごしてんじゃない、はあ、全くない。いや別に会社に向かってね、いや適度にサボってますって言いづらいのはわかるけど、マジで他のこと考える余裕もなく、何にも手作業もできず、自分のこと全くできない仕事ってないんじゃないのと思って。まあ私の仕事はそういうのは言ったらあれですけど、ないかな。まあまあ言うてさ、じゃあちょっと LINE を返すとかさ、うん、例えば、うーん、まあまあその仕事がだから要は工場とかでさ、こうずっと同じ作業をするみたいな、3時間ずっと同じ作業とかじゃないやん。うん。多分なんかとなんか仕事の合間とかあるやん。うん。で、10分ぐらいは、まあ、何をやってもいいよ、何しようかな、みたいな時間とか絶対あると思うよ。うん。で、その時に開くものにしようと思ったんだよ。こうした方がいいのかな。うん。10 minutes, 30 minutes, hour, hour, 2 hour, と。まあ、4つとりあえず作ってみた。ほう。つまり、今から、まあ、まだ入れてないけどね。うん。10分で、私がやってること。例えばやな。10分やったら、まあ、筋トレができるわな。10分あれば。うん。部位ごとにできるやん。うん。こんなん、要は。うんうん。まあ、ちょっと1個だけ書いたから、もう、ね。入れていこう。で、ここに書いていくわけよ。思いついたやつとか。はい。とか、仕事来たけど今日中にやらなあかんことじゃなくて、いつかやったらいいよみたいなタスクが出た時にさ、ここに書いたり、足したりとかできるようなシステム手帳やから。そうですね。で 10分のところに筋トレって書いた後、いろいろと出てくると、うん、で30分のとこ、30分あれやん、ヨガができるやん。結構ゆったりとしたやつできますね。そう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 、ああいうのもさ30分あるんだよ。なのに毎日できないの。なんでなんでしょうね。やっぱさ、保留壁っていうのはやっぱ人類ってあるんだよ。生き物として。それはなんか必要だから残ってるんですかね。もちろん。やっぱりその変化をある意味求めない。自分の人生、まあもちろんその生物の種の保存とか、生物としての進化っていう意味では変化しかねかんけど、私らの代は私らの代でニッチがあるならそのまま生きていこうとしようとするんだよ、生き物多分。だから保留壁があるんだよ。意味もなく変化を怖がる。
だって安全ならね、自分の今の安全なら、うん、でヨガをやった方が絶対自分の人生が良くなると思ってもなんとなく保留する方に向かっちゃう、うん、だから30分あったとしてもその30分を意識しなかったら使えないんだよ。そうですね、うん、それはやっぱ勉強してと思った。あの勉強できないとか勉強する時間がないとか勉強する時間が圧倒的に少ない人やっぱやってない。でやるときにこの時間勉強できるってことがそもそも意識されてないのよ、うんうん、だからこうやって書いてリストを上げていくことによってよりその隙間時間に関して対してのなんだろう考え方とかが変わるような気がするんだよね。うーん、ワンアワー1時間1時間あったら何できる？動画編集。同じこと思った。サブちゃんサブちゃん投稿というかそう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 、いやまあ私は足りないんですけどね。でも10分30分よりは1時間の方がまだ多少は進む。2時間もあるで。うん、2時間もあるやん。あ、いや2時間パターンもあるからな。あ、まあ、俺はサブちゃん投稿、サブちゃんはあの必ず1時間で完結させるって決めてるよ。あ、そうなんですか。うん、いや俺は自分のキャリアデザインで考えていって、うん、サブちゃんをこのペースで、まあ、メインと積み置きしながら頑張るときにサブちゃんに1時間以上かけるんだったらメインチャンネルで上げたらいいじゃんっていう線引きにしてるから、うん、サブチャンネルはもう今のところ自分の中の縛りは自分が1時間で完結すると動画投稿まで完結することでやってんのよ。あ、サムネとか含めて。サムネとかも含めて1時間ね。8時半ぐらいからやって9時半ぐらいにアップしよらん、多分。多分ね、やろ、うん、あれ1時間できるようにシステム化してんのよもう、うんうん、っていうことを入れていくと。でツアーはよ、何がある？まあ多分 俺やったら金曜日の動画投稿だよね。ああ、うん、もう私はひたすら1時間2時間は動画編集の何かしらですね、きっと。うん、だからそれで例えば書き出しとかでこう分解しててもいいよね。要はなんか字幕入れとかやったら1時間ぐらいなと。いやこれも大事やねんって。今までさ、あ、じゃあ動画編集ってどんぐらいかかってる、数えてないんじゃない？そうなんですよ、やろ、数えようと思って保留癖ですよね。だからこれを聞いたらさ、数えてなるやん、まあ、数えてなるというか多分聞かんかった今日よりは聞いた今日の方が数えたくなると思うよね。そうですね、知りたくはなるかな。そうだから俺もしかしたらこういう風な自分を変えるとか自分を律する時ってなんかルールとかさ仕組みとかよりも意識するとか気にかけるとか、うん、あるやん。やっぱ恋愛とかも多分そうやん。全然知らんイケメンよりも近くでちょっといいなと思った人の方はだん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 気にかかるんよ。で知ろうとするしみたいな、できっかけも多いしみたいな。だから職場恋愛っていうのもやっぱ一理あるわけよ多分。うん、すごく理にかなってんのよ。うん、そりゃおおっていろいろ知っとるやんみたいなってことができるわけだから、もう多分調べるよね、動画編集どんくらいかかってるか。でどんくらいかかってるかが分かれば、例えば3時間かかってるんやったら2時間になる方法を意識することができるんよ。うん、何時間かかってるかわからないと2時間にするができないのよ。そうですね、だってどこを削っていくかもわからんや、うん、うん、だからそれ大事だと思う。で俺大体金曜日の動画前測ったらやっぱ2時間ぐらい、うん、収録ですね、うん、そう金曜日はもうそういう労力でやってる。でこれ面白いのがね、これで測って2時間ぐらいやったやん、で、うん、2、3週間やるやんか、うん、そしたらその金曜日の動画2時間ぐらいできるんやけど余ってね。余る？うん。でも要はね、今までダラ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 と2時間ぐらいかけてやりたやん。うん。でも、はぁ、これ2時間かかるんやと思うと、1時間45分とかね、1時間半ぐらいで終わるようになったやん。やっぱ集中感持つんだよね。2時間って言ったらさ、やっぱトイレも行くしさ、水も飲むしさ、なんかちょっと休憩したりするじゃん。うん。2時間あったら。うん。でも2時間なんだと思ったら2時間集中するじゃん。そしたらその集中力だと1時間半ぐらいで終わるんだよ。じゃあ30分で何するか。最近字幕つけ始めたろ、私の動画金曜日の。え、ついてたっけ。ちょっとつけたりしてんのよ、とかあのサブタイトルをちょっと左上につけたりとか。ああ、あれする時間できたなと思ってグレードアップしたんだよ。なるほど。つまりね、ここにあることっていうのが、要は2時間でかかることでメモしてストックしておいてさ、例えばこう要はスケジュールが空いて2時間だな、2時間空いたなと思ったら、この2時間のところのどれかをやればいいやん。うん、あ、え、2時間つったらこれもできるわ。びっくりした。何？サウナ。ああ、大事。行って帰ってで2時間ぐらいやろ。1時間サウナ入るんやから、行って帰って2時間あったら2時間空いてるとサウナ行こう、汗かこうできるやん。うん、
こうやってどん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 これをメモしておいたら自分の生活でどのくらいかかってるかがメモできるよね。うん、で例えば放送大学のなんとかをスマートさなあかんでこれは2時間ぐらいなもんやろうな。やけどまあそんなに、時間に縛られてないってなったら2時間のところに閉じておいてちょっと付箋でも貼って目立つようにしておくとかそういうことができるようになる。うん、つまり、自分の、タスクをこなす上で優先順位で絶対この順番でやらないかんってこともあるかもしれないけどその順番をうまく並べ替えたらより効率よくだったりよりその気分よくとか友達と遊ぶ時間をうまく確保しながらとか、まあ、QOL を上げる方法ってあると思う。でそこでやっぱりその自分の仕事とか自分のやってることがどのくらいかかるのかっていうのを把握してファイリングしておけばめちゃくちゃタスク管理が向上されるんじゃないかと。まあ迷わなくて済む。うん、迷わなくて済むことが多くなるよね。うん、やべすることねとかさ。でそれでなんかあ何しようってなってるうちに SNS 触って時間とかすみたいな、うん、そうだから SNS とかも書いちゃえばいいと思うんだよ。 SNS も30分とかのところに SNS 書いとくのよ。だから30分しか見ないのよとかっていうルールを作るとか。うん、結構やってる俺。 YouTube の返信は、午前中だけとか、うん、絶対やってる。でそれはその必要以上に時間をその溶かさないようにとかそれをやることで本当に今やらないかんことを逃避してる自分がいると気づいたらね。うん、あの SNS を見ることによって大切なんだよ。メールの返信とか SNS の返信とかもさ大切なことなんだけど、うん、今でもそれやってなかったじゃんと今それやらないかんことちゃうやんかみたいなことがあるから時間を決めるようにしたのよ。うん、うん、だからそれのための手帳っていうものを今作ってみる。まあもちろんこれ実験だからな。そうですね。だからこういう形にすればなんかどういうふうなことになるんだろうと。でちょうどさだからこの狭間にさ今システム手帳が私だからメインで使ってるのいろいろあるけどこれねこれ何でもかんでも詰め込む用のこいつ。あ、ライフオーガナイザー出た。そうと、持ち運びに特化したこいつ。はい、結構今ねこいつが存在感薄いから。あ、はい、そうだからちょっと今回これでやってみるよみたいな、うん、でこれも進捗報告金曜日の動画とかでかもしれないしやっていくけどこれが溜まっていくと面白いよね。うん、うん、これで要は仕事に特化したタスク管理に特化したシステム手帳にしようかなっていう報告です。はい、はい、今日は、このねプロッターのバイブルサイズを、仕事とか隙間時間を有効的に活用するためのシステム手帳にしていこうと思いますと、そのセットアップをしたよという動画でした。はい、もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと198人。あ、こっちもあと5人やな。ですね。いけるよ。今日もあれやな、2600人と800人同時達成みたいな。行きたいですね。行きたいというわけなんで、もうスクショしたを1日に2回アップしたいと思うんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、っていう感じになってしっかりまとまったよね。今何分ぐらい喋ってる？今これ18分。いいね。じゃあじゃあちょっと片付けるから、もう一回これをこの形で、じゃあ実際にカメラ回してやってみよう。アングルも今掴めたよね。おしまい。あー